後悔していた。あの時私があんなことを言わなければ、アスナをこんな残酷な世界に閉じ込めることなんてなかったって。さよなら、アスナ。エカ、今日中に塗装まで行くで。今はまだまだ種まきなんですよ。奴らには殺し合いをするところまで行ってほしいんだけどね。仮想現実のデスゲームの世界。殺し合いをさせたいって、そんなことして何になるっていうの。みんな攻略に慣れてきた。そういう隙をあいつらは、いや、このゲームはついてくるって気がしてならないんだ。話を聞いた以上、俺は黙っているわけにはいかない。んなことしたら戦争になりかねんで。この世界はいずれゲーム攻略どころじゃなくなる。早く外で歌いしようを今聞いて。下の層で解放されるのを待っている何千もの人たちを裏切るわけにはいきません。データと全然違う。ソードアートオンラインプログレッシブ、暗き夕闇のスケルツォ。